バイクスクーター用の USB 電源を取り付けてみました。以前にも取り付け動画アップしてるんですけど、前はですねグローブボックスの中に入れたんですけど、今回はハンドルにつけてみました。前のですね USB の電源取るやつがヒューズ切れてしまいまして、でヒューズ買おうかなと思ったら、なんかマイクロヒューズとかっていうやつでね、缶のやつでちょっとね探すのもめんどくさかったん でたまたまねこの USB 電源の探してたらすごく安かったんですね。私以前買った時もっと高かったんですけど、なんかすごい安かったんでヒューズ買うぐらいだったらこれ買っちゃおうかなと思いまして、それでねヒューズの位置なんかの動かしたりするのに、前のだとねどうしても配線もかなりぶった切ってたんで新たに買いました。で私の車体はこれ PCX ですね。それでハンドルにつけて電源はカウルの中側から取ろうと思います。で前もねカウルの中から電源取ってたので、それのコードとかはねまだ生きてるので、それを使いながら今回の USB 電源のねヒューズをカウルの中に入れてしまうと何かあった時面倒なので、まあハンドル側に持っていこうと思います。どうしてもねヒューズがですね電源取る方の近くについてまして、まあ今回買ったやつもね配線ぶった切ったりしないといけないんですけど、結局は元ついてたコードと新たな電源の部分と中間の配線で3本に分かれてしまいましたね。今触ってるのが前つけてたコードですね。で今回はもうグローブボックスは関係ないので、もうこの配線ぶった切ってカウルの中側に引っ張り込みます。でこれは生かします。これはもう電源車体側のプラスとアースに接続になっているので使います。でこれが今回買ったやつなんですけど、ヒューズがねどうしてもこう電源側についてるんですね。で今どうしようかなってこれ考えてるところなんですけど、まあ、結局はぶった切って使う形になりました。で今プラスチックのこのここに取り付けますね。それでハンドルの上の方にホースケーブル類がねいっぱい集まってるところ、ここから配線を中に引っ張り込もうと思ってます。でとりあえずですねまあ大体の長さとか合わせてみて一回仮配線でちょっと試してみました。でこれエーモンさんのね私のやつこれもうかなり古いんですよ。多分ね10年以上前のものだと思うんですけど、これ持ってるとねすごく便利なのでおすすめですね。で下の概要欄の方に今売ってるやつリンク貼っときますのでぜひ見てください。で先ほどねカウラー外してる時に青い棒を持ってたと思うんですけど、あれもね車の内装剥がしとかに使うやつだと思うんですけどね、あれもね持ってるとすごく役に立つので、それもリンク貼っときますのでぜひ見てください。でこの車体側からの電源取って端子っていうんですかね、ギボシの端子っていうんですかね、あれはなんかプラス側をメスにしてした方がいいみたいですね。メスにすると周りのビニールっていうかゴムっていうかカバーがこうでっかいんですね。それでプラス側の配線がもし車体にくっついたとしてもショートしないらしいので、で今これ私間違えてなんか変な接続してしちゃったんでもう一回やり直すんですけど、よく見てオスですね、ちゃんと考えてやんないとこういうことになりますね。でこの擬宝珠の端子とかねそんな高いものではないんですけど、
はもったいないのでね、一回潰すともう使えなくなるので、なるべく間違えないようにした方がいいですね。で、私この3本使うとなると 1,2,3,4,5,6,7,8 か、8回この作業をしないといけないんですね。で、ギボシもね、結構使うのであまり間違えない方がいいですね。で、今なんかこの擬宝珠の周りのこのゴムが防水仕様のとかも売ってるんですよね。で、私のはこれ普通の安い付属品に入ってたようなやつをまた別個でいっぱい入ってるやつ袋で買って使ってますけど、まあ、カウルの内側なので、まあ、そんなにね水は入ってこないと思うので、まあいいかなと思います。で、前もねそれで使ってて、別に端子が錆びてたとかね、水が溜まってたってことはなかったので、今回も普通の安い端子のカバーを使ってます。で、今回ですね、なんでハンドルにつけようかと思ったかというと、この USB の電源取る横にシガーソケットがあるんですね。で、そのシガーソケットにこうガチャって差し込むとね、そこからまた USB がの電源が取れるっていうのがあるんですね。まあ、車なんかに使うんでしょうね。で、それをちょっとね使いたくて、で、まあ私の場合はアクションカムとスマホの充電したいんですね。で、その他にもう一個充電するとなるともうちょっと無理があるので、今回このこれですね、これを使いたくて、これ入れるとねグローブボックスの中ちょっと長さが足んないかなと思ったのと、グローブボックスから配線を持ってくると配線がダランとしちゃうので、で、今回はちょっとハンドルにつけようと思いました。で、今これこの触ってる USB はアクションカムにつながってるんですけど、コードがねすごく短いので、で、コードがダランとしないのでね、で、まあこういうのを使って使いたいなと思ったので、今回はハンドルにつけることにしました。で、まあ通電はね間違いなく来ているので、まあプラスマイナスの接続するだけなのでね、そんなに難しい作業でもないので、ただ電源をねどこから取るかが皆さん気になると思うんですよ。で、それもね後で映像で映しますのでぜひ見てください。で、 PCX の方は多分この電源の取り方が一番いいかと思うんですけど、他のスクーターとかねバイク乗ってる方はね、またどっから取るかとかね、そういうのはいろんな方のホームページとかを見ると結構載ってますので、出してくれてる方多いので、そういうのを参考にするといいかと思います。で、これ実際はね、USB これを挿した状態で5個接続はできるんですけど、そこまでね電気が来てるのかっていう問題もあるんですけどね、まあ、私はとりあえず2つ使えてくれればよくて、あともう1個ちょっとねスマホ充電できたら一番いいなと思うんですよ。で、3つ USB 端子がねどうしても欲しかったんで、今回はこの方法を取りました。で、一応ねこれ防水にはなってるんですね。蓋がパカって閉まるんですけど、なんかねちょっとまあ不安もあるんですけど、まあ、ちょっとねしばらく使ってみようかと思います。で、安いのでもしね濡れたりして壊れたら、ちょっともう一個買ってね、で、それは今度やっぱりグローブボックスの中につけようかなとは思います。まあでも多分壊れないとは思うんですけど、これ結構Amazon さんで売れてる商品なのでね。で、こっからPCX の場合ここにですね穴が開いてたんですね。で、そこにボルト挿して使ってます。で、この赤い方のケーブルは
グリップヒーターのケーブルでして、で電源はですね、この PCX の場合ここの茶色い線があるんですけど、これがですね、このコネクタが純正のグリップヒーター使うときに使うコネクタらしいんですね。でその茶色いのがプラスですね。でそこから取ってるので、キーをオンにしないと、オンというか真ん中でもあるかな、流れますね。オフにするとね、完全に切れるので、まあ、そこが安全かなと思います。バッテリーからね、直でやってもいいんでしょうけどね、もしね、なんかこうスマホとかね、つなげたまま忘れてたらね、バッテリー上がりそうなので、私はこっちから取りました。間違いなくキーをね、オフにすれば電源切れるので、こっちにしました。でヒューズはですね、あそこ今ハンドルの上のとこから通したんですけど、まあ、あの辺にね、ちょっとこう押し込んでおいて、余裕を持たせておいて、何かあったらヒューズ見るときはね、引っ張り出せるようにしてあります。結構あそこまだ空間があるので、まだ他にもね、いろいろつけれそうですね。私はグリップヒーターの線もあそこから取ってますね。まあ普通あそこからだと思うんですけどね。でまあ何かあったらそこから線を引っ張り出して、ヒューズのチェックとかできるようにしてます。で今回これ本当にね、安く買えたので、ちょっとびっくりでしたね。でまあいろんなメーカーさんからもね、出てますので、バイクの用品のね、量販店さんというかバイク用品店さん、見に行ったんですけど、まあ何種類か出てました。それで、まあ、値段がね、ちょっとやっぱりどうしても高いの で私はまた同じ形のね、これ使うことにしました。はい、こっからですね、これ電源 で茶色ですね、一番先頭側にあるコネクタの茶色がプラスですね。そこに私はグリップヒーターの手間、巻き付けのグリップヒーターつけてるんで、それの電源と右側の黒いのが今回つけた、前からついてるんですけど、USB 電源ですね。結構ね、このカウルの中まだ余裕あるのでね、なんかいろんなものつけれそうですね。でこの USB ケーブルもね、短いのあると便利ですね。これね、そんなに高くないのでおすすめです。いろんなメーカーからね、出てますので、 Amazon でね、かなりたくさんの種類ありましたね。それも下の方にリンク貼っときますので、ぜひ見てください。であとはもうカウル戻して終わりです。私もカウルね、何回も外してるのでね、だいぶ慣れましたね。で多分ね、私のは普通の黒いね、低いやつと違うので、逆にこっちの方がね、取り付けしやすいかもしれないですね。どうも見ていただいてありがとうございました。